体を芯からお家の中でこう温めるなんかいい方法ないかってご紹介したいんですけど、例えばですよ、お風呂入るのにもこれ結構温度が大事になってくるみたいですね。あるいは生姜を食べるにも調理法もまた問題、それからインナーは何でもかんでもいっぱい着ればいいってもんでもどうやらないらしいという、で手の冷えを解消するにカイロを手で握るんじゃなくてどっかに貼ってくださいっていう話なんですね。一体どうなるんでしょうか。調査してきました。手の冷えに悩んでいる方も多いと思いますが、実は私もその一人。普段は手袋にカイロを入れて指先の冷たさをしのいでいるのですが、このカイロをある場所に貼ると手の冷えが楽になるということで早速調査開始。全身のツボを知り尽くす鍼灸師を育てる北海道鍼灸専門学校でお話を聞きました。鍼灸を含めた東洋医学というもので、使うツボ、経血というものについては冷えの改善をですね、目的に使用するツボもございます。ではカイロをある場所に貼ると本当に手が温かくなるのか、この専門学校に通う学生で手の冷えに悩む山谷さんが調査に協力してくれました。お風呂に入った時ぐらい暖かくなるんですけど、その後すぐ冷たくなって夏でも結構冷たいです。山谷さんの手の表面温度をサーモグラフィーで見てみると、指先のあたりがちょっと黒くなってて22度とかそういうレベルなので相当冷たいと思います。果たしてこの辛い冷えから山谷さんを救うことはできるのでしょうか。カイロを貼ったその場所とは、ここの大椎というツボのですね、ちょっと下のあたりに貼ります。全身の治療に使うツボですけれども、冷え症とかのですね、治療にも使う経血です。なんと首にカイロなんですね。本当に手の冷えが楽になるのでしょうか。そんな不安をよそに調査開始から10分後、山谷さんに変化が訪れます。そんなに変わってくるんですか。10分後に現れました。手の甲が温かくなってきた。さらに10分後、すごいですね。血流が良くなってそうな、温度が上がってそうな、変化が出てますね。徐々に暖かくなってきた。調査前の手の表面温度を見てみると、指先は温度が低い黒色で示されていますが、首の後ろにカイロを貼ってわずか5分ほどで指先の色に変化が見られました。20分後には右手の親指が緑色に変わり、30分後にはさらに色が濃くなっているのが分かります。なんか全体的に温まるのかなと思ったんですけど、こんなに指まで温かくなるとは思わなかった。首温めただけなんですけど、そこで指先まで影響が出ているっていうのはなかなか、興味深い結果だなというふうに感じます。自律神経とかのスタートも首から関係するので、そこの首のところを温めると血管を支配しているような神経っていうのも調節できて、手の血流の変化っていうのを起こしているのかなと思います。ちょっと驚きですが、調査の結果、手の冷えは首の後ろにカイロを貼ると楽になる可能性があることが分かりました。私も貼ってみたんですが、体中がじんわりポカポカしてくる感じがあったんですよね。首の後ろに貼れば、はい、ください。さあ、他にも体を効率的に温めるツボがあるんです。お腹にあります関元というツボについては、へその下、指4本分のところにある経血で、腰のツボのですね、名門というツボについては、こちらについても冷えの改善に効果があるツボになります。お腹や腰にカイロを貼ることでも全身を効果的に温めることができるそうです。しかし一方で、温めてはいけない場所というのもあるのをご存知でしょうか。白井さん、それは上半身のどこだと思いますか。上半身です、はい、5秒でお答えください。心臓。心臓、即答ですね、では
成果はどうなんでしょうか、見ていきましょう。1つ目は脇の下というものは貼るべきではないかと思います。白井さん自信満々で答えてました。今脇の下なんですが、心臓もですね、ちょっとダメなんですね。脇の下とかそういう場所についてはもともと熱を逃がす場所でありますので、そこを温めてしまうと今度は熱の逃げ場がなくなって発熱等を起こしてしまう可能性があります。あとは心臓の前、例えば胸のポケットに回路を入れるというものについては熱によって負担をかけてしまう可能性がありますので、あまり良くないのかなと思います。はい、白井さん大正解です。2つあったんですね。はい、そうなんです。回路で温めてはいけない場所が2つあるのを覚えておきましょう。脇の下は夏場冷やした方がいいんでしょうね。とかで、そうですよね。さあ続いては、厚めのお風呂とぬるめのお風呂、皆さんどちら派でしょうか。私が入ってるのは厚めなので、基本的に寒いとどうしても厚めにはしちゃいますね。大体まあ15分ぐらい厚めで、42度5分くらい。ではあまり暑くないので入ります。5、6分ですね。私はぬるめな方が好きです。10分、15分ぐらい。あ、40度ぐらい。15分か20分ぐらいですね。そんぐらい入んないと温まんないから。はい、先ほどお風呂の温度について話題になっていましたが、体を芯から温めるという点では厚めとぬるめどちらだと思いますか。こちら福永さん、はい、5秒でお答えください。これはですね、もうこういうふうに聞かれちゃったら、はい、それはもうぬるめでしょう。あ、ぬるめ。ぬるめ。では正解はこちらです。札幌国際大学で教授を務める大塚義則さんを訪ねました。先生こんにちは。 STV の金子と申します。よろしくお願いいたします。大塚さんは入浴と温泉の効果を研究しているお風呂の専門家で、現役のお医者さんでもあります。じゃあ先生、ズバリぬるめか熱いお湯どちらがいいんでしょうか。体を芯から温める温度は、それは厚めの温度よりもぬるめの温度がいいのです。はい、福永さん正解です。ただぬるめのお湯がいい理由というのは分かりますよ。いや、もともと厚めのお風呂に入ってるんでよく分からない。ぬるめの方が体が寒いような気がするんだよ。その理由をですね、ちょっと調査してみました。湯上がり後の温度です。まずは42度の厚めのお湯に10分間浸かります。そうすると汗バーって出てきていいんですよね。入浴後およそ7分、そうですね、額に汗がにじんできました。私この実はこのやり方なんですけど、福永さんもこの方法。皮膚の表面温度を比較してみると、入浴前 36.3 度だったのが、42度のお湯から上がった直後は 38.6 度まで上昇。やっぱりこっちか。しかしですね、上がって10分後には36.6 度にまで戻っていたんですね。全然温まってないな。しばらく時間を空けて、今度は39度のぬるめのお湯に10分間浸かります。なんで足組んでんですか。どうやら額に汗はかいていないようですね。まあ、汗はあんまりかかないですよね。入浴前 36.5 度だった皮膚の表面温度は、湯上がり直後に 37.3 度、10分後に計測してみても 37.1 度と、なんとほとんど下がっていません。汗もかいてないのに。これをサーモグラフィーの画像で比較してみますと、42度の湯上がり直後は上半身が赤い色で表示され温まっているのが分かりますが、わずか5分後にはすっかり温度が下がっているのが分かります。一方、ぬるめのお湯に10分間浸かった後は、湯上がり直後の状態がおよそ20分以上継続していることが分かります。はい、このことからぬるめの方がしっかりと温まっているというのではないでしょうか。やっぱりぬるめなんだ。入っている時は圧倒的に42度の時の方がもう体がぶわーっと熱くなって、こう汗も出るような感じだったんですけど、出て30分後を比べてみたら、やっぱり39度の時の方が体がずっと温まっている感じ、ポカポカしている感じがすごい残ってます。では体に何が起きているのでしょうか。もちろん入った時に暖かく感じるのは42度とか熱めですよね。
ところが皮膚表面が熱くなるとですね、血管が縮まってしまうので血液の流れが悪くなります。ぬるめのお湯の方が血管が縮まることがないので温まった血液が全身に届くということですね。ですのでぬるめのお湯の方が体が温まってくるということになります。ということで調査の結果、血管が拡張し温まった血液が全身に届けられるため39度から40度のぬるめのお湯の方が体を芯から温めるということが分かりました。さらに先生がおすすめするより体を温めるお風呂の入り方がこちらです。一つ目は入浴前に温かいものを飲む。これで体の中からポカポカに。日本酒飲んでるのかと思って二つ目は必ず入浴剤を入れること。リラックス効果で血管の拡張を助けます。香りもいいしね。三つ目、膝から下に水をかけてから上がります。水、はい、血管をこれ引き締めて湯冷めしにくくなるそうなんです。なんかもったいないような気もするの。今や冬の定番アイテムともいえる高機能インナーを代表するのがユニクロのヒートテック。累計販売枚数10億枚を超える大ヒットとなっていますが、実は正しい着方があるのをご存知でしょうか。ヒートテック毎日着てますキャミソール着て、ヒートテック着て、服着て、ジャンバー。あ、着てます。今も着てます。1枚薄いの着て、でこれ着てます。普通の黒いシャツ、はい、これはヒートテックの1枚 で、はい、でこっちの薄いのがヒートテックの2枚で。ヒートテック2枚重ね、2枚着てます。2枚重ね、分かりますね。でも高機能インナーの2枚重ね、実は NG な着方だったんです。ヒートテックの効果というよりも、2枚着ているので空気の層で暖かく感じるというような形で、ヒートテック本来の効果は、最大限引き出されていないような着方になるんですね。これはじゃあ1枚でいいんですか。はい、どうしてもやはり2枚着せしまうとごわついてしまったりして動きにくくなってしまうので、それであればもう一つ上の暖かいレベルのものに上げていただいて1枚で着ていただいた方が、効果は絶大だと思います。そしてヒートテックの下にインナーを着るのもこちらも NG です。ヒートテックインナーは体の汗などの水分に反応して発熱する仕組みになっています。素肌にしっかりと密着させて着ていただいた方がより暖かく着られます。今聞いて全部私当てはまってると思っちゃいましたもったいないですね。どうにかして暖かくしなきゃと思って重ね着すると気持ちは分かりますけど、順番も落としましたなんかやっぱ上に着るっていう、こう、そうですね、上の温かいものっていう肌着よりもそっか、そういうイメージがあったので、はい、全部やってました。ダメですね皆さんも正しい着方でこの寒さ乗り切りましょう。さあ続いては体を温める効果があると言われる生姜ですが、冬におすすめの取り方があるんです。生姜というのは生のものか加熱したもの、どちらが効果的なんでしょうか。一気に熱を出すんであれば生の方が効果あるんですよね。それはジンゲロールという成分がそれに有効だということが分かっています。でもじわ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 っと熱をこう出し続けるにはですね、加熱したり乾燥したりして生姜を処理した方がそういう効果があるということが分かって、これは生姜オールという成分が主にその役割をしているということが分かっています。生の生姜はジンゲロールの働きで熱しやすく冷めやすい。一方、加熱した生姜は生姜オールの働きで温かさが持続するので冬におすすめの取り方なんですね、はい、では実際どうなのか、生の生姜を溶いたドリンクと加熱した生姜ドリンクを飲み比べてみました。先生のアドバイスで温度による影響が出ないよう40度のぬるま湯で摂取します。その結果がこちらです。髪型も変わってるんですね2日間にわたって調査しています。はい、手混んでるのね。そうです。生の生姜ドリンクは摂取した5分後手の温度が上がり黄色で表示される部分が増えましたが、それも15分後がピークで30分後にはすっかり冷えてしまっているのが分かります。速効性はあるのかな。はい、すぐに温まるんですよ。手のひら
に汗がじんわりと出てくるかなっていうぐらい暑かったんですけど、今なんか通常通りに戻ってきた感じがします。一方、加熱した生姜を摂取した後は手の温度はほとんど変わらなかったんですが、30分後が一番顔の温度が上がっているのが分かるでしょうか。この結果を先生にも見ていただきました。加熱した生姜ドリンクなんですが、はい、一気にこう熱が作られて血液の流れも良くなって、一気にほてったって感じはしていると思うんですけれども、はいはい、で続いてないということですよね。で一方の方、こちらの方は一気にこう赤く体温が上がっている様子は観察されていませんけれども、だいたい同じぐらいの状態がこう継続的に続いているという様子が分かるかというふうに思いますのでね。このことから暖かさがより持続する加熱した生姜が冬には断然おすすめです。より効果的に取るためには15分くらい加熱するのがいいそうです。ですのでお鍋やお味噌汁に最初から入れるというのがいいかもしれませんね。さあ、いろんな方法が出てきましたが、白井さんは厚めかぬるめのお湯どちら派だったんですか。私は夜寝るときはぬるめです。じゃあそれはバッチリの方法、寒さ対策としてはいいですね。まあ、とにかく本当に今週冷え込みが厳しいんでね、うん、何かできることをやってって寒さ対策したいですよね。うん。